ヤシャジン峠は山梨県南アルプス市にある峠。標高は1770メートルで日本第2位の広報、北岳を含む白鳳山々の展望ポイントとして知られており、多くのハイカーで賑わう。シーズン中は路線バスが甲府駅前からヤシカ上トンネル東側にあるバス停まで運行しており、他の南アルプスの山域に比べるとアプローチが容易である。 バス停から峠へは、唐松の樹林帯を登る急坂が続くが、通常のペースであれば一時環境で峠にたどり着ける。ヤ社神トンネル西側からも登山ルートがあるが、登山道があまりよく整備されておらず登山者は少ない。峠からは、白鳳山山の眺望が素晴らしく、撮影ポイントとして訪れる人も多い。ヤ社神峠から南アルプス方面へ行く場合、 登山道入り口から先は、マイカー規制区間となっており、許可された車両を除き自動車で先に進むことは、不可能となっている。6月下旬から11月上旬までの下記期間は、甲府駅から登山道入り口の先にある広川原まで路線バスが運行されるが、それ以外の登記期間は運休となる。冬季に、ヤ社人峠登山口から南アルプス方面へ行く場合、 登山口の山小屋、ヤシャヒュッテにある駐車場に車を止め、そこから徒歩で向かうことになる。ただしヤシ神ヒュッテの駐車場は100台までで満車になると閉鎖される。この場合10キロメートル下流側の市営足安、駐車場を利用し、徒歩で向かうかヤシャ人峠登山口までタクシーで向かうことになる。ありがとうございます。